OK、 戻ってきました。こちらシナリオ分岐点になります。まあ最初に進んだ時は、バウアー村に戻るとこちらを選びました。こちらがまあハッピーエンドとか書いてありましたね。で、仇を打つのが、バッドエンドだったかな。で、補給を確保、これがノーマルエンドだったかな。今回、補給をしに行きます。こちらの、シナリオで行きたいと思います。補給します。よし、独立都市か、発進。ちなみに、ゾイド変えてあります。ゼロフェニックスになってます。まあラウンジに行くか、適当に、ブラブラします。ここは一緒かな。変わんないかな。どれを選んでも会話は変わらないかな。まあこれは会話一緒かな。ここは一緒だ、本編と。はい、来ました。よし、到着しますよ。こっから違うわけですね。よし、着陸完了。よし、了解。3機確認。どうした？おい、戦闘か。おっと、あそこには盗賊か。見る感じディバイソンとコマンドウルフか。見逃してください、これを運ばないと、子供たちが。運び屋です。砂漠の運び屋、ムンベイじゃないけど。
を助けるか。人助けです。あれはコマンドウルフアーバインスペシャルじゃないか。アーバインか。さあかかってきなと。リバイソンか。かかってこい。戦いの極意教えてやるよ。ファイナルラウンド。最初から攻める。はい、痛い。はいはい、やばい。くそ、食らった。そしてねえ、食らわない。よっしゃ、フェニックスが効いた。危ない危ない。よし、やったぞ。ゼロよりもだいぶメーターは上がってます。狙われちまったな。ノアか。ムンベよりだいぶ美人だな。運び屋にしては。コーヒーくれ、コーヒー。運び屋か。爪痕がこんなところまで。軍人さんのように見えるが独立部隊なんだ。うん、ちょっと複雑な事情があってな。入りなさいと。急に入れてくれたよ。おお、木の造りのなかなかいい家に住んでるじゃないか。なるほど、暖炉があるわけか。我々え、市長なんだ。なるほど。盗賊団ね。ガイロス帝国か。二つのグループに、挟まれてるわけか。最悪なところにあれだな、存在してるな。市長も大変だ、これじゃ。なるほど。オーガンの家です。
村の方ではこれをあれこれしてるじいさんがいるよな。そっちと合流したんだよ。オーガノイドシステム、まあ、デススティンガーをね、動かすためだったかな。うん、オーガノイドシステムね、ガイロス帝国軍。そう同じ、まあ、似たような説明してて、おっさんと出会ったからな、メインの方では。やつらを倒してくれたら全面的に協力すると。なるほど、わかった。あー、こっちに進むと、補給を進むと盗賊団を倒してくれという、取引条件ですね。よし、じゃあ盗賊団ぶっ倒しに行こう。アジトに乗り込みました。わお、いきなり奇襲か。出ました、コマンドウルフアーバインスペシャル。あれ、後ろのキャノンがないかな、色だけか。アーバインから奪ったのか。地雷か、対ゾイド地雷だって。やっちまいな。システムフリーズ、私動けない。何、こっちも対ゾイド地雷でやばいことになってるか。ハンデ。あ、これアーバインスペシャルじゃないぞ。色がアーバインスペシャルに似てるが、なんか横にガードかなんかがついてる。まずは続き攻めろ。格闘で敵を減らすんだ。危ない、こっちの調子くらえ。ガードが壊れただけ。なんとか勝ちました。マジか。2戦目あります。ディバイソン、続いてディバイソン。覚悟しろ、負けないよ。はい、ゾイド地雷を踏んでしまった。しかもこのディバイソン、このディバイソン、なんとキャノリーモルガンにつける、あのキャノン持ってるよ。なかなかうまく接近戦が、接近攻撃ができない。やばい、そうじゃなくて普通の攻撃。よし、なんとか勝ちましたよ。どうだ、お
思い知ったか。信じるか。雇うといいじゃないか。食っていけばいいのかっていうことがないわけか。独立軍に入るということだな。そんなのはいいんだよ。仲間になれ。みんな生きていくために必死なんだ。まず会ってもらおう。よーし。仲間になりましたよ。パルフェと、グレルが仲間になりました。よーし、まあ、やりたくて盗賊をやってるわけじゃないんだという説明ですよ。まだ決まったわけじゃてん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 気が早いが。おお、新しいステージが加わりました。まあ仲間になりたいということだが、切れてる切れてる。おお、即決です。よーし、仲間になりました。これでまあね、市長の方も喜んでもらえるんじゃない。お、連絡入った。今後全面的に協力してくれるとありがたい。よし、よかったよかった。各自、補給が終わるまで待機と。解散。早速いますよ、ラウンジに。ははでけえ。進もう。名言名言。
素晴らしいよ。はい、緊急事態。よし、始まりますよ。来たー。ここは一緒かな。ここ一緒だろ。電気出撃。ここからは一緒かな。あとは全部一緒か。デスザウラーまで行くぞ。山物はファイナルラウンド。アージに追い詰めてからの開始後直後の攻撃、接近戦。はい、飛び道具でー超失食らうか。ダメだった。超失食らわない。喪失は失敗したものの倒しました。勝負あったな。さあかかってこい。山物は排除する。ファイナルラウンド、ファイル。まずガード破壊、ガード破壊。わあ、背中が開いてる。あ、くそ、やばい。何をやったこいつ。はい、での発砲だよ。あ、バーサーキューラーか。あ、これは一緒かな。これは一緒じゃないのか。俺たちは裏切り者じゃない。殲滅ファイナルラウンド。ガードを破れ、ガードを破れ。ガードを破った。ドリル強い、ドリル強い。そのドリルの間合いをうまく取れ。やばい、死ね。あー、危ない、危なかった。 HP0 で勝ちました。これ一緒だな、弱点。まあ数ではね限りがあるから、まあそれが弱点になってしまうと。
し、そういうことだ。そう、仲間が必要になってくるということですよ。はい、第6章入りました。誰だ？おお、ノア。運び屋じゃねえか。おお、仲間に入るか。急いよ、のぞいとなら乗ってると。おお、仲間が増えますよ。よし、なるほど、コロシアムがあるわけか。よし、はい、仲間が増えました。ほらね、即決ですよ。トルネードか。仮面か。アーラ・バローネのことか。よし、ノアが仲間になりました。オッケー、これで後続に続き、それと敵対していた人たちも仲間になりました。元盗賊団は何をしている？よし。うん、いいよ、昔の話。なるほど、すごいとこに生まれたな。すげえ確率で生き残ったな。